三陸復興国立公園は青森県南部から宮城県の牡鹿半島に至る三陸海岸一帯を占める国立公園。東日本の国立公園では唯一とも言える本格的な海岸公園である。管理上では北部の八戸、宮古地区と南部の大船渡地区に分割される。 面積は12,212ヘクタールである。1955年5月2日に陸中海岸国立公園として指定。2011年に発生した東日本大震災による津波で指定区域が大きな被害を受けたことを受け、震災からの復興及び被害の伝承を目的として2013年5月24日に 青森県の種差し海岸橋上岳県立公園及び八戸市さめ町の2地区を編入の上、現在の名称に改められた。2015年3月31日、南三陸近火山国定公園を編入し、続けて宮城県内の県立公園を編入することも検討している。公園の名称は、復興状況を見て将来的にふさわしい名称を検討する。 三陸の豊かな自然や文化に触れるための遊歩道の整備のほか、震災により被害を受けたキャンプ場などを保存するなど津波の脅威を学ぶことができる国立公園を目指す。三陸復興国立公園は北部と南部で性格が異なる。北部は典型的な隆起海岸をなし、高さ50から200メートルにも及ぶ大規模な海食段階が連続し、その間に 砂浜海岸が見られる。一方、宮古市以南は典型的なリアス式海岸であり、陸地の沈口によって形成されている。また、中小規模の半島が多く、比較的著名なものに、思江え半島、船越半島、広田半島、お鹿半島などがある。大半は赤松を中心とした自然林となっており、半島部では、手付け数の自然が残る秘境も多い。だが、 千島海流の影響によって、温暖な地方で生育する植物も多数見られるのが特徴である。北山崎では、白花シャクナゲ、浜ナスなど、船越半島のタブノキ、広田半島のトベラなどが顕著である。北上高地と連続している地域が多く、大型動物である日本カモシカが見られるほか、海猫、大水なぎ鳥などの海鳥類が多く生息する。 著名な継承地を、北から、海岸線順に列挙する。以下、青森県小袖海岸重富が、裏黒崎北山崎湯の須断ん熊野の花三王岩、浄土ヶ浜と土ヶ崎山田湾蓬来島三寛島、五一市海岸高田松原岩手県内各所、以下岩手県以下宮城県種差し海岸にある、三陸復興国立公園のないた以前の名称、陸中海岸国立公園は、 三陸という故障が全国的に定着しているため三陸海外国立公園と雇用されることが多かった。そのためより知名度が高く国民に認知されている三陸海岸への名称変更への運動が行われていた。1999年には陸中海岸国立公園協会が名称変更を決定し国への要請を行った。しかし陸前 陸中の二陸で青森の道の区が入らない真の三陸ではないとして反対運動があり難航が続いた。国立公園指定当初の区域は岩手県普代村から釜石市までの文字通り陸中地区のみであったが後に北は久慈市、南は宮城県気仙沼市にまで指定区域が拡張されたため陸中という名称が必ずしも適切ではなくなっていた。 2011年5月に環境省は陸中海岸国立公園と南三陸近火山国定公園に一つの青森県立自然公園、三つの宮城県立自然公園を加えて三陸復興国立公園に再編する構想を明らかにした。その後2013年5月24日にひとまず青森県の県立公園を加えることで、 三陸復興国立公園がスタートし、名称問題は解決することになった。利用者数は2008年。ありがとうございます。